奇跡の復活、年に一度のジュニアの祭典、ベストオブザスーパージュニア27、出場選手発表。15年連続17回目の出場、2012年優勝、ファンキーウェポン田口隆介。初出場、ウェイトゥーザグランドマスター、マスターワト。3年連続3回目の出場、ハイボルテージショー。2年連続2回目の出場、ザ・スナイパー・オブ・ザ・スカイ、ロビー・イーグルス。2年ぶり5回目の出場、2018年優勝、タイムボム高橋ひろむ。5年連続8回目の出場、漆黒のデスマスク、ブーシー。2年ぶり4回目の出場、 IWGP ジュニアタッグ王者、ならず者ルチャドール、エル・デスペラード。4年連続4回目の出場、 IWGP ジュニアタッグ王者、ヒールマスター、金丸義信。出場、ハポネスデルマル、ドーヒー。3年連続4回目の出場、 IWGP ジュニアヘビー級王者、ボーンソルジャー石森泰治。 11.15 愛知で開幕する全10選手の総当たりリーグ戦、1位と2位が優勝決定戦を行い、今年の最強選手が誕生する。その舞台は 12.11 日本武道館。翼は決して折れない、不屈のジュニア魂。混沌の時代を戦い抜き、その名を刻むのは、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア27。さらに日本のスーパージュニアと同時期にアメリカでジュニアの祭典が復活、スーパージーカー2020開催決定。団体の枠を超えたジュニア戦士8名が、負けたら終わりのワンデートーナメントで頂点を目指す。出場選手は TJP、 初出場 ACH、 初出場リオラッシュ、初出場クリス・ベイ、初出場レイ・ホルス、初出場ブレイク・クリスチャン、ライオンズ・ブレイク・クラウン優勝者クラーク・コナーズ、スーパー J カップ2019優勝者エル・ファンタズモ。この注目の戦いは新日本プロレスワールドで12月13日配信決定。スーパージェイカー2020、今年のクライマックスはジュニアの熱い。